松井ちゃんが好きな男性声優さんっている？私男性声優さんでそんななんかめっちゃ、あー好きーってなる人そんなに、なんだろう、多分女の子にしか興味がないってのもあると思うんですけど、松井が男性声優さんシュキシュキしてるイメージないでしょ。てか男の人に対して、いや VTuber 以外の男の人に対してシュキシュキしてるイメージないよね。ないね、でしょ。そうなんだよね。男性声優さんか。あー本当にね、男の人に興味がないんだよね。ね、女の子好きなんですよね。貢ぎたくなっちゃう。男の人にあんま貢ぎたいって思わないんだよね。そもそも現実のね人にね。あー今考えてる男性声優さんで、あーでも歴代で言うと近藤さんとか好きですよ。近藤隆さんっていうあのひばり京也の声優さんなんですけど、ですかね。でもそれはもうなんかひばりさんが好きだからその経由で声優さんも好きになったみたいな感じだから、なんか声優さんを推してアニメを見るとかをあんまりその男性声優でしないですね。ツイッターでも絡んでた中村ゆうじさん、もう中村ゆうじさんはもういい声ですよね。そりゃそう。まつりあそ夢あるわ。中村ゆうじさんと杯を交わす。杯交わさんでいいんだけど、お酒飲みたい。うん、中村ゆうじさんとマジ酒飲んでみたいな。絶対楽しいやん。ねえ、宴したいわ、宴。宴やーとか言って。宴したいわ。酒飲みながらゲーム一緒にしたいわ、スプラとか。いや、めちゃめちゃすごい人なんだけど、絡みたくなるような、にじみ出る、いい人そうな感じ。そう、マジ絡みやすそう。バカ騒ぎ一緒にしたくなっちゃうよってなる感じのね。そう、親しみやすさがありますよね。わかります、それ。中村さんと杉田さんと白上吹雪と夏井の祭りで酒飲む会やりたい。夢、それも祭りの夢だな。あ、中村ゆうじさんアレルギーなの？アルコール。あ、そうなんだ。じゃあオレンジジューチュー持ってってあげよう。かわいい。